刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間皆様最後までお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをみんテーマに青森県の津軽からお届けしてまいります。ということで始まりましたつながるラジオ2回目、今日は4月の9日ということでございます。先週からですねちょっと始めさせていただいて、毎週日曜日のこの時間担当しております。改めまして松山秀和と申します。私は青森県のですね弘前市というところから今お届けをしているんですけども、皆様の地方はもう桜はね、お聞きになられている皆さんの地方はもう散ってしまっていらっしゃるのかな、もうね咲いて終わりがけだよなんていうとこも多いかなと思うんですけど、私が住んでいる津軽地方この弘前市はですね開花予想が今4月の12日ということになっておりまして、ようやく桜がこれから咲くぞとそんな時期を迎えようとしている感じです。まあね、皆さんからするとあ今咲くんだっていうふうに、ね、思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、でもこれでもですねもうだいぶ早くって、ね、今年はなんか早咲きだ早咲きだなんて言われてますけど、あの例外じゃなくてですね青森県もかなり早いということでして、なんかこう報道によると、この観測史上、まあ、なんかこうつけ始めてから一番早い開花予測だということらしくてですね、なんかこう慌てふためいている感じがしてますっていうのもですね、弘前って私が住んでいる弘前というところは、まあ、桜の名所と言われているようなところで、結構ですね、まあ、毎年、いろんなところから観光客の皆様がですねいらっしゃってくださる、そんな場所でもあるんですね、うん、ですので、早く咲いてしまうとそのお祭りをですね、そういう、まあ、桜祭りって呼んでるんですけど、弘前桜祭りを、まあ、予定よりも早くにやらなきゃいけなくなっちゃってるみたいなことになってですね、まあ、町としては慌てふためいてる、まあ、そんな感じになってます。まあ、桜待ってくれないですからね、なかなかこれってコントロールできないもんなんで、ちょっとしょうがないですけども、まあ、ぜひですね、一度弘前の桜ご覧いただけたらなというふうにも思っております。はい、ということでですね、メッセージも募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、またこの番組は YouTube でもネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽にご参加いただければなというふうに思います。またですね、 YouTube のご登録、チャンネルのご登録もお願いします。多分この動画も上がっていくと思いますので、ちょっとまだあんまり分かってないですけど、はい、ぜひ FM ギノワンさんのですね YouTube のチャンネル登録お願いします。あとはサイマル放送っていう形でですね行ってもおりますし、スマホでも聞けます。スマホで聞く場合はアプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただけたらお聞きいただくことができますので、ぜひ番組にご参加いただきたいなというふうに思っていますという形です。それでは今日もよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたいなど、お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ Facebook ページからお問い合わせください。はい、ということで、やるべきことはやりましたので、ちょっと本編に入っていきたいなというふうに思いますけど改めまして、お相手は松山秀和です。よろしくお願いいたします。前回からですね始まりましたこのつながるラジオということなので、まず
今月4月はですね、お前誰だって話をちょっとしていきたいなというふうに思ってます。自己紹介ですね、なかなかないですよね。なんかこういう公共の電波を使って自己紹介を1ヶ月もさせていただけるなんてね、そんなことはまず普通ありえないことなので、たっぷり自己紹介していこうと思ってるんですけど、先週ですね、自己紹介、第1弾みたいな感じでちょっとお話ししたんですけど、すでに何話したか忘れてしまったんですよね。どんだけ薄っぺらい自己紹介してんだって感じなんですけどね。今日はまた第2弾ということで、これまでどんな仕事をしてきたんでしょうかというふうなお話を今日はしていきたいなと。あ、前回思い出しました。前回は今やってるお仕事の話をしたんですね。はい、今はその DX を推進する、デジタルを推進するっていうふうなことをですね、お仕事をさせていただいたりとか、なんかいろいろやってるんですけど、まあ、後々ご紹介していきたいなと思います。今日は過去のお仕事、ご紹介していきたいと思います。自己紹介させてください。ですね、私は、今42歳の年になるんですけど、一番最初に働いたところはですね、実は、ユニクロで働いておりました。はい、ファーストリテイリングっていうんですかね。はい、ユニクロでも働いてましたし、あとは最後 GU っていうですね、ちょっとこうユニクロの兄弟会社になりますけど、同じ会社なので、人事交流も行き来してるんですけどね、どちらも経験させていただいております。ユニクロではですね、主に普通に入社をしてお店の仕事から始めました。商品畳んだりとか、商品を並べたり、そういったことがメインのお仕事ですよね。で、そういったことを毎日こうやらせていただいていくうちに、店長になってですね、主にだから店長が長かったのかな。店長が何年やったんだろう、多分10年近くはやったんじゃないかなと思います。トータル一番長いキャリアは私ユニクロなんですけど、トータルで15年ほどいたので、そのうち約10年いかないぐらいなのかな、は、ユニクロで店長やってましたよという感じです。で、全国にやっぱり展開している会社なので、北は北海道から、南は広島まで、私ってかなり転勤が多くてですね、一体どれぐらい転勤したと思いますか。でちょっとしたミニクイズ出しても分かるわけないと思うんですけど。でもですね、他の人が経験したことがないくらい私転勤実はしてまして、この勤めてた時の15年としたら、その間に23回転勤したんですよ。23回。だから大体半年に1回ぐらいかなっていうぐらいのね、平均したらですよ。早い時は3ヶ月の時も確かあったような気がしますけどね。3ヶ月が一番短かった気がするけど、はい、それぐらい転勤が多い会社で、いろんなとこ住まわせてもらいました。北海道だけでも何箇所住んだんだろう、石狩市と小樽、あと北見、千歳、旭川、だから5箇所か。それだけでも5箇所住んでますからね。もうすごいありがたいですよね。ほとんど北海道、ちょっとこう函館方面とか室蘭方面は制覇できなかったですけど、それ以外はある程度抑えることができたっていう感じで、はい、住むことができた感じですよね。すごい貴重な経験ですよね。なんか23箇所なんかいわばこうふるさとがあるような感覚なんですよね。こう旅行で行くことは皆さんもあると思いますけど、本当に住民票を移して住むとなると23個アドレスあるってなかなかないじゃないですか。で、私一回親に言われたことがあって、住所変わるときにですね、やっぱり言うんですよね。住所変わったよと、転勤するよと、次はどこどこ行くよって、一応ね、次のその住所を親に伝えるときに、やっぱ親もさすがにね、最初のうちは良かったですけど、やっぱ5、6回ぐらいね、しかも短期間で短い期間で住所また変わるみたいになると、親としても不安になるみたいで、また変わんのと
え、また住所変わるの、また転勤なの、ちょっと疑い始めたんですよ。本当みたいな、あなた逃げてんじゃないのみたいな。だから指名手配かなんか受けて逃亡してるんじゃないかっていう、なんかそんな疑いをね持たれたこともあるぐらい、まあそりゃそうかというふうにもちょっと思えちゃうとこあるんですけどね。まあそれぐらいの転勤が多くて、うん、南アヒサイ広島かな、広島も住みましたし、うん、もちろんあの地元である青森も配属になったことありましてですね、あとどこ住んだんだっけな、上から行くとあと茨城県かな、茨城県と、まあ、転勤じゃないけど住んだといえば群馬にも住んだことが実はあって、群馬県、あとは東京都、神奈川県、静岡県、大阪府、広島県みたいな感じですかね。でその県の中でも、ね、あのいろいろちょこちょこ動いたりもしてるんで、まあ、引っ越ししたりもしてるので、まあ、トータル23回ということなんですけど、なんか北海道含めたら珍しいですよ。あの東道風県ってあるじゃないですか。私東道風県一応全部住んだことあるんですよね。あのまあ京都府はないですよ、ないですけど、でも道東府県 4つ制覇してるっていう、これもなかなかいないと思うんですよね。でこう軽くこの自己紹介するときはこの話いつもするんですけど、まあ、大概みたいな、ちょっと本当っすかみたいな感じになります。はい。でちょっと話を戻しますけどね、ユニクロの店長をやって、まあ、そういったふうにこう全国各地を転勤していくと、でお店をですね、まあ、それぞれの地方のお店をまあ良くしていく、売り上げを上げていく、まあ、地域に愛されるお店をにしていくっていうことをですね、まあ、ずっとやってきましたという感じです。うん、で途中ですね、いつだったかな、2006年に、まあ、それまで、ユニクロにいたんですけど、2006年に一回 GU 事業に行ったんですよ。で、ね、皆さんもこれご存知ない方多いかなと思うんですけど、実は今 GU ってね会社はありがたいことに、ね、あの知名度もありまして、GU にいましたっていうと話が通じるように私もなったんですけど、実は2006年に立ち上がったブランドでして、まあ、なんかもう2006年からか17年ぐらいなのかも。早っ。早いな。もうそもそも経ったのか。あの GU 事業の立ち上げを実はやらせていただいたんですよ。うん、だから GU 2006年に行きました。で新規事業立ち上げということで、まあ、その時も店長でしたけどね、あの新規事業の店長ということで、当時は25店舗だけかな、今はもっと何店舗あるのかな、300、400店舗近くあるのかな、今はくらいあると思うんですけど、当時25店舗しかなくて、うん、その中の1店舗の店長をやらせていただいたんですけどね、結構面白かったですよ。まあ、ユニクロに行った時は、まあ、とはいえ当時もね、まあ、ある程度知名度ユニクロあって、まあ、ユニクロって言えば、まあ、ある程度の人が分かってくれるっていう中から、こう GU なるブランドを立ち上げてですね、 GU ですって言ってもですね、当然ながら誰も知らないわけですよね。でだから最初 GU 事業行った時に、やっぱ新規事業って大変だなと思ったことがあって、それ何かっていうと、お店のですね、その新しいお店をこうオープンする際に、まあ、当然ながらやっぱ売り上げの、ね、お金を預けるために銀行の口座が必要なんですけど、その銀行口座ってその店舗ごとにですね、作るんですよ。うん、で法人なのでね、法人口座をで作るんですけど、その時に近くのですね某銀行に行って、いや新しくこういう風なお店を出すので銀行口座作ります、作らさせてくださいっていう風にお話を窓口にしたらですね、少々お待ちくださいませと、なんかね、まあ普通預金でね、個人で開けるにも、まあ、書類書いたりなんだりするから、まあ
いろいろ手続きあるんだろうなぐらいに思っていたら、なんかその窓口の人がこうスタスタスタとこう裏のですね、なんか扉開けていくわけですよ。あのだからこう、ま、窓口がいなくなってこう後ろの部屋の方に行っちゃうわけですよね。な何かなと思ったら、なんかこうちょっとこうお偉い方が出てきて、あのお客様ちょっとあのお口座開けることはですね、ちょっとすぐはできかねますと。でみたいな、なんでですかみたいな。あのいや、ただ銀行の口座を、あの売上金を入れるための口座を開けたいだけなんですって言ったら、いや、あのちょっと法人としてね、どういう法人さんなのか審査が必要なので、ちょっとこの場ですぐに口座を開けることはできないですと。だからあのいろいろあの今からちょっといろいろ言うので、持ち物言うので、それをちょっと提出していただけますかと、言うので、あのその日にやっぱ開けてもらえなかったんですよね、確かね、法人登記簿ぐらいは確か持ってった記憶があるんですけど、登記簿持ってっても開けてくれなかったんですよね。やっぱこう自由ですって言ってもなんじゃそりゃっていうことだったんだと思うんですよね、おそらく。でそれをね、やっぱ口座ないとお店開けられないんでね、その口座開けるのに結構四苦八苦しましたね。最終的にはあれどうしたんだっけな、最終的にはですね、でもなんかその GU って会社には当然ね、ユニクロの、まあ、資本がお金も入ってるぞということを証明するなんかそういうのを出して、で、あ、ユニクロさんのお金がちゃんと入ってるんですねみたいな、そういうのを証明して初めてなんか認めてもらえて、2、3週間ぐらいかかった体感ですけどね、記憶がありますね。だからそれくらいだから自由事業のこう先駆けというか、船出っていうんですか、船出はもう前途多難というか、まあ、僕が担当した店だけじゃなかったみたいなんでね、まあ、おそらく銀行さんとしては当然の手続きなんだと思うんですけど、やっぱり初めての経験でしたし、私にとってもね、当時まだやっぱ25歳だったんですよ、私も。まだ若かったですからね、なんか小僧が来てね、なんか口座開けるみたいなこと言っても、それは信用されねえかいみたいな。今ぐらいちょっと貫禄が出てきたらいいんですけど、ラジオだと伝わらないですね。すいません。でもなんかそういう経験もですね、なんかこうさせていただいた分、今こう自由事業ね、 GU っていうお店に私も行かせていただくことあるんですけど、やっぱ見て感慨深いというかですね、まあ、テレビ CM も流れていたり、ね、若い方とかが、ね、女子高生の方とかが GU の話をしてくれていたりするとですね、あとうちの娘は GU 好きだよって話を、なんかつながりのある方からお伺いしたりすると、あ、嬉しいなと、あの時銀行口座も開けてもらえなかったようなブランドだったのにっていう、だから自分の中ではそういう気持ちも湧いてきたりもしてます。はい。で、あの、まあ、せっかくねラジオの時間、あのこういう枠をいただいてるんで、その時の苦労話、ちょっと銀行口座の話をしましたけどね、もう山ほどあるんで、ちょっとこの番組でもね、ちょっと紹介していきましょうかね、そういった話もぜひね。で、まあ、なんか GU 時代の話ちょっと長くなっちゃいましたけど、まあ、ユニクロで入社して店長をやって、で GU で新規事業を立ち上げて、まあ、店長をやって、でその当時の GU って売り上げ全然売れなかったんですよ。あの知名度も何もなかったし、商品も全然あんまり良くなかった時代なので、最初からうまくいかなくてですね、あの1日の売り上げが1万2000円しかいかなくて、僕のお店はまあ、いや笑っちゃいけないんだけど、あの本当に1万2000円しか売り上げ上がんなくて、でこれはもう会社として傾くっていうことになって、まあ、僕ユニクロから出向してたんですけど、もう人件費が払えないからもうユニクロに戻ってくれって言われてユニクロに戻ってきました。そこからまたユニクロの人生で始まって、まあ、店長をやらせていただいたり、でその後、まあ、スーパーバイザーって仕事ですね、エリアのマネージャーっていうんですか、あのたくさんお店があるので、だいたい8店舗か10店舗くらいずつこう小分けにこうしていて、エリアっていう風に呼んでいるんですけど、エリアの、まあ
エリアをこう担当する係みたいなのがですね、スーパーバイザーって仕事になるんですけどね、まあ店長さんの上司に当たるという形です。あとは本部と、お店の架け橋をするみたいなですね、もう情報がスムーズに行き渡るように、なんかそんなお仕事をしてまして、そのスーパーバイザーを大阪でやったとか、最初大阪で、1年半やったのかな。でその後静岡で、やって、で静岡でそこであれか、また店長に戻ったんですよ一旦。でそのスーパーバイザーって仕事を やったらっていうとちょっとこう厳密には違うんですけど、まあまあ簡単に言うとやった後は店長に戻るとスター店長って言われるんですよね。スター店長ってなんかかっこいいんだかダサいんだか全然わかんないっていう、まあ、多分ダサいですね名前は名前はダサいんですけど、まあ、スター店長っていうものになってですね静岡県で、すごい大きいお店をちょっと担当して、それも新しくできるお店で、ニューオープンのお店なんですけど、そういったものを担当させていただいてですね、1階がユニクロで2階が GU っていうですねお店だったんですよ。で、そういうのってこうイオンモールさんとかね、そういうところだとよくあるんです。隣り合ってユニクロとチーユが隣り合ってるってよくあるんですけど、普通のこう路面店って言われるこうね、普通に道路端のお店で1階がユニクロで2階がチーユになってます。でしかも1フロア、まあ、だから1階のユニクロで500坪あるんですよ。で2階のチーユで500坪あるんですよ。で駐車場 が、200台だったかな、250台だったかな、ちょっと忘れちゃったけど200台ぐらいあるんですよ。でそれぐらいでっかい店って世の中なかったんですよ。その1階がユニクロ2階が GU って、だから世界で初めての店だったんですよね。それを、まあ、担当することになってめちゃくちゃこうプレッシャー、こうすごいもう雲の上のような、普段会ったことないような人が私のところに突然来て、頼む社運がかかってるから頼むよみたいな、ええーみたいなそんな店ギャラ、聞いてないんだけどこっちみたいな、ちょっといつもの新店やるみたいな感じで、まあ、それまでも結構新店いくつかやったことがあったんで、いつもの新店、もう新店慣れっこだったんですけどね、これ結構すごい偉いなんとか役員とかっていう人がいきなり来て、君にかかってるからみたいな、みたいなそんなこともあってですね、それを静岡で開けて、結果どうだったかというとですね、まあ、大失敗っていうですね全く売れなかった、全く売れなかったわけじゃないですけど、まあ、期待には及ばなかったということで、まあ、だいぶほろ苦い経験もですねさせていただきました。まあ、ほろ苦い経験の方が多いですね多分。そういう失敗談はもう先ほども言いましたけど、いやもう腐るほどありますので、山ほどあります。すいません、腐るのか言っちゃいけません、ね、公共の電波で山ほどございますのでそういった話もこちらのラジオでは紹介できたらいいかなって思ってます。はい、まあそうやってですね、町ユニクロの新店を開けた後は、今度はまあ GU にまた戻っていくっていうことですね。 GU のスーパーバイザー、エリアマネージャーを、まあ、静岡で、まあ、引き続きやらせていただいてですね、1年半ぐらいやったのかな、それも、うん、富士山のふもとでですね、もう富士山ブーンと超でっかいですよ。もう本当富士山のふもとの店みたいなところも見てましたから富士山こんなに近くで拝めて幸せだなと思いながら仕事をしてましたね。静岡懐かしいな、はい、その後静岡の後に広島に、の GU のエリアマネージャーですね、スーパーバイザーで今度広島に行きます。はい、で広島は約1年半ぐらいかな。はい、でそこで広島ってね、こうまたいいところで僕大好きなとこなんですけどね、本当、まあ、住んだとこ全部大好きなんですけど、広島はもう思い入れ深いところで、広島私がちょうど赴任した時がですね、広島ね、プロ野球チーム広島東洋カープっていうのがありますけど、ちょうどですねその広島カープが25年ぶりにセリーグで優勝するという年だし、優勝したという年だったんですよ。で私正直それまであんま野球とか興味なかったんですよね。あんま全く興味ないわけじゃないけど、そんなガチで見る方でもないし、まあまあ結果ぐらいは知ってますぐらいな感じだったんですけどね。
その時に、ちょうど日本一じゃないな、セリーグ優勝になった日ですよ。仕事終わったらもう広島の街中がもうえらいことなってるわけなんです。もうお祭り騒ぎっていう、皆さんが今想像したお祭り騒ぎのもう150倍ぐらいすごいことになってるんですよ。狂気乱舞的な感じになってて、そりゃそうですよ。25年間ねもうずっと優勝できなくて B クラスでねもう最下位とかになったりしてて、もう暗黒の時代とかって言われてて、それでも広島の皆さんってねカープのことが大好きで、もう毎日カープの話をしてて、毎日カープのことを応援してる、そういう人たちなんですよ。だからあでもこれくらいねなんかこう街を上げて応援してるのってすごいなと思って、なんかその熱にちょっと帯びてしまってですね、僕もそこからカープファンになってですね、広島ではこうそこからちょっとこうカープを追いかけるようになってきたと、そんな感じです。はい、で最後広島エリア終わった後は本部の方に行ってですね、商品開発商品作りみたいなことも少しさせていただいて、本部の仕事もさせていただきましたというような感じでですね、まあそれが一番長いユニクロ GU 時代が大体15年ぐらいという感じですね。はい、まあ15年をね17、8分で喋るとなるとなかなかやっぱ難しいものがあるのでね、だいぶかいつまんで話しちゃいましたけど、まあ、徐々にまたご紹介できたらいいかなっていうふうに思っておりますということです。はい、ということで、まあっという間ですね、もう本当に本当早いですね。30分ってこんなに早いんだって、まあ、2回目でもう1回目の時も思ったんですけど、2回目の時もと思いますけど、はい、エンディングのお時間でございますということです。はい、まあ、この番組はですね、まあ、つながるラジオということなので、今は私と一人で喋ってますけど、まあ、折を見てですね、いろんな方にもちょっと来ていただきながらですね、ちょっとこうつながっていけたらななんていうふうにも思っております。はい、ということで、また来週同じ時間にですね、お会いできればなと思いますので、ぜひご視聴いただければと思います。はい、お相手は松山秀和でした。皆様ありがとうございました。では失礼いたします。